さあさ悲しいで駆け出せ世界一のお姫様夢のせ。たくなんで休みの日に学校来なくちゃいけないんだよ。鬼ガーラの野郎、学校の掃除なんてさせやがって。確かに俺たちゲームで負け続けてたけど。なあ翔太、せっかくだから遊んで帰ろうぜ。え、遊ぶ？何して遊ぶの？みんなで公園で遊ぼう。お、いいね、公園で遊ぼうぜ。公園ね、しょうがないな、今日は一緒に遊んでやるか。なんか翔太くんの歩き方っておっさんよね。つうか鬼ヶ原のやつ、あれまだ置いたまんまじゃんか。お、じゃあさ、俺たちでかくれんぼか鬼ごっこしようぜ。楽しそう、そうしよう。オッケー、それじゃあ鬼ごっこにしよう。俺が鬼やってやっからよ。捕まった人はあそこに入るんだぞ。よし、それじゃあ行くぞ。ほら翔太、かかってこいよ。翔太くん、女の子には手加減してよ。断固として拒否。貴様は女とみなさん。ちょちょちょ、翔太くん、早く捕まえて。プルプル。なんであいつ怖いのにあそこ登ったんだよ。たまには小学生相手だけど、ちょっと本気出してやっか。翔太、行きまーす。は、翔太、早すぎだろ、ずりーぞ。悪い悪い、最近体なまっててさ、ちょっと本気出しちゃったよ。はい、それじゃあリツオ、お前は牢屋に入っといて。翔太くん、珍しく本気でやってるじゃない。これじゃあ私たちすぐ捕まりそうね。ミオちゃんで無理だったら私絶対ダメだよ。ほら行くよミオちゃん。ダダ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 ダ。はい、2人とも捕まえた。翔太くん、どっちを先に捕まえたいの？え、何それ、2人同時じゃダメなの？もちろん私を先に捕まえたいのよね。鬼ごっこってこんなめんどくさかったっけ？やっぱり翔太くんすごいな、何でもできちゃうよね。そんな何でもはできないよ。翔太くん、おでこごっつんこ。絶対ミオちゃん昨日餃子食べたでしょ。はい、これで終了。みんなまだまだ甘いな、ほんと。翔太ほんとすげえよな、鬼ヶ原先生にも対等に渡り合えるし。翔太くんにボロ勝ちする人って現れるのかな。いやいや、みんな褒めすぎだってば。ま、僕がちょっと天才なだけさ。で、おーい、こうなるのなんとなく分かってたけど、まだ動画のオチじゃないよ。ミオちゃん、もう帰ろうよ、十分遊んだでしょ。翔太くん、せっかくのゴールデンウィークにみんなで会ってるんだから、もうちょっと遊びましょう。今遊歩道でちょっとしたイベントがやってるらしいから、私見に行きたかったのよね。あ、あれあれ、本当は翔太くんと二人きりで来たかったんだけど、ま、今日は特別よ。たえー、ほら皆さん見て、木々がとっても綺麗だわ。見て見て翔太くん、ちょっとだけ屋台も並んでるよ。美味しそうだね、なんか買っていく？トム、お前の気持ち俺は分かってるからな。え、なに、どうしたの、何のこと？だって見てみろよ、こっちも男女ペア、それでまあ俺は仕方なしにミオちゃんとペア、お前男一人だもんな。だからその寂しさを紛らわすためにわざわざ今屋台の話を振ったんだろ。うんうん、わかるわかるわかるぞ。違うよ、別に僕は相手が欲しいとか、そういうのじゃないから。俺が一つ買ってやるよ。あ、ありがとう。あらあら、仲がよろしいこと。私たちも何か見に行きましょう。スイカいかがですか、スイカいかがですか、スイカいかがですか。ねえ翔太くん、あの人スイカ売ってるよ。ちょっと早いよね。あの人はね、多分スルーしていいと思う。おう、いらっしゃい、あっつい鍋はいかが。鍋か、ちょっと食べていこっかな。ふう、お腹いっぱい、結構美味しかったね。鍋の後にスイカいかがですか。翔太くん、絶対あの人僕たちのこと見てたよね。トム、たとえ知っている人でも関わりたくない時だってあるんだぞ。うん、あれ、なんだここ。クゾー君、あのダイヤの花に一緒に触れたら永遠の愛を手に入れれるらしいわよ。マジかよ。よし、いろんな女の子連れて行こう。なるほどね、よくある恋愛のパワースポットみたいなもんか。どれどれ、せっかくだからちょっと見ていこうかな。へえ、綺麗じゃん。翔太君、今度は二人きりで来ましょうね。
ごめんね翔太くん、ミオちゃん、僕お邪魔で。トム、マジで今いてくれてありがとう。いやいやいや、何翔太くん、ちょ恥ずかしいって。一番くん、早く早く。ほらみんな、そんなに押したら危ないよ。あれ、君たちはうちの中学に見学に来ていた他部署の子たちじゃないか。あ、一番さん、こんにちは。あ、出た出た、いけすかないやつ。君たちもこのダイヤの花を見に来たのかい？なんでも有名な恋のパワースポットらしいからね。僕もご利益をもらっとかないと。一番くん、私も一緒に触る。私も。こらこら、ダメだよみんな、これはちゃんと一人ずつ触らないと。こんな男の何がいいんだか。やっぱり一番さんかっこいいわ。むむむ。そうだ、この翔太くんっていう男の子、すっごく僕を楽しませてくれそうな男の子だったんだよね。どれどれ、せっかく会えたんだし、ちょっと試してみるか。ミオちゃんだったっけ？よかったら僕と一緒にダイヤの花を触ってみない？え、そんな、私いいのですか？あ、もちろんいいよ。それに小学生の君だったら他のみんなも許してくれるだろう。僕は子供に優しい女性が好きだからね。それだったら仕方ありませんわね。うんうん、子供がしたいって言ってるんだったら仕方ない。ダメ。なんとなくダメ。全部一番さんだったっけ？それだったら僕となんか勝負してよ。勝負かい？いいよいいよ、どんな勝負をする？なんでこんな喜んでんだよ、ムカつく。よし、じゃあルールは簡単だ。ミオちゃんが待っているあのダイヤの花に先につけた方が勝ち。ただそれだけ。さすがに翔太くんと僕じゃ体格差が出ちゃうから、ハンデとして僕は三輪車、そして翔太くんはその子供用の自転車を使って。オッケー。ま、そんなハンデ正直いらなかったけどね。後で吠え面書いても知らないよ。翔太くんだったら絶対勝つよね。ま、相手がいくらすごい中学生でも多分翔太が勝つだろう。翔太くん大丈夫かしら。それじゃあ行くよ翔太くん。位置について、よーい、ドン。よし、負けるか。結構この上り坂きついな。ほら頑張れ頑張れ翔太くん。なんか余裕ぶっててムカつく。くっそ、なんだよこの人、三輪車なのになんでこんなにぴったりくっついてくるんだよ。よし、ここで加速。もうすぐゴールだ。ふっ、ほら僕の勝ちだよ。はっとう。よし、ショートカットだ。はっはっは、翔太くん、どうやら僕の勝ちのようだね。はあ、ずるいよ、なんだよ今の。なんで降りたんだよ三輪車。何って、別に三輪車でゴールしなくちゃいけないっていうルールは作ってないよ。なんだったら翔太くんの方が僕より速い自転車に乗っていたじゃないか。ぐぬぬぬぬ、確かにそうだけど。それじゃあ約束通り、ミオちゃん、僕と一緒にこのダイヤの花触ってくれる？その一番さんは私なんかで本当によろしいのですか？僕はミオちゃんと一緒に触りたいんだよ。翔太くん、大丈夫かい？ごめんよ、ちょっと意地悪しすぎちゃったかな。ずるいよ、勝てないもんだって。しまった、いくら特別な子だと言ってもやっぱり小学生だもんな。ごめんね翔太くん、ダイヤの花はミオちゃんとは一緒に触らないから安心して。また別の機会があったら翔太くんが得意なゲームで一緒に勝負しよう。本当にまた勝負する？もちろんだよ。むしろまた勝負してくれるかい？うん、わかった。じゃあもういいよ。ちょっと翔太くん、めちゃくちゃかわいい。翔太の新たな一面が見れて嬉しいミオちゃんだった。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。
バイバーイ。